い、はい、ではですね、そんなですね、まあ、環境で作られているですね、西健さんの、サウンドをですね、今からこのキューベースのプロジェクトを使ってですね紹介をしていこうかと思うんですけども、今日用意いただいたですね、いわゆる楽曲なんですが、はい、なんともう売られてるものなんですよね。売られてるものですねすごいですよ、CD はですね iTunes ストアではもう買えるんですけども、西健さんがプロデュース、してますミニさんですね、Are you ready? をですね、はい、贅沢にもそのままこう持ってきていただいているということなので、このデータを使ってですね、西健さん流の音楽制作のポイントなんかを伺っていこうかと思います、はい、ではですね画面の方をですね、キューベースの画面にしていただきまして、はい、本当に、まあ、作ってたんだなっていう後から思ってるって感じですよね。 そうですね、はい、それではですね、まあ、気になるところだと思いますので、まずはですね再生してワンコーラス、聞いてもらおうと思います。はい、全部聞いていただいたわけなんですけども、はい、こういったですねちょっとプロジェクトデータを開いてこう解説するってことはですね、僕も過去、まあ、何回かあったりとかしたんですけども、はい、このミーさんに関しては、はい、西健が全部プロデュースしてるってことなので、はい、これがそのまま CD になってるってことですよね、はい、まあ、普通ならばですねこう作ったものをこうマスタリングスタジオとかに持ってってこうマスタリングして CD にしてリリースするっていった流れがあるんですけども、これそのままバウンスしたものが、まあバウンスして、まあ、マスタリングスタジオ、マスタリングはあの外部スタジオに出してますけど、あ、なるほど、うん、でも最終的なミックスはいわゆる TD ってやつですね、まあ、もう全部この中でやってるってこと、はい、これだから言ってみちゃうと前代未聞なわけですよね。ここにあるデータがそのまま音となってリリースされてるってことですからね、はい、ちょっとですねそんなですねこんなデータをですねいろいろ、細かく見ていこうかなと思うんですけども、はい、多分ですね今皆さんが、こう見てる中でですね、まあ、どういうふうに作ってるんだろうっていうのもあるんですけども、どんな、まあ、いわゆるプラグインを使ってるんだろうっていったところも非常に気になるところだと思いますので、はい、ちょっといくつかですね紹介をいただこうかと思うんですけども、まず、いろいろあると思うんですが、ここにですね、まあ、立ち上がってるものがあるんですけども、まずはですねこちらアディクティブドラムですね、はい、非常に有名なものなんですけど、これよく使われる、よく使いますね、感じですね、はい、なんか、どういった、例えば音色とかでいうとどういうものを使いますか、うん、こういう四つ打ち系の、はい、トラックだったりとかに、金物いわゆるシンバルとかシンバルだったりハイハット、うん、そういうものはこういうソフト音源で鳴らしてますね。はあ、なるほど、うん、アディクティブドラムもう定番って感じですか、僕の中では。おお、うん、なるほど。そして、いわゆるソフトシンセサイザーもう一個ですね、うん、このネイティブインストゥルメントマッシュなんですけども、ここら辺もやっぱり定番コースですかね。そうですね、なんかこういう激しめのエレクトロには結構必需なソフトかなとは思いますけどね。あ、もう結構プリセットを使うのか、それともプリセットがかなりいじりますよね。いじりますね。あ、うん、なるほど。これパラメータすごいですよね。結構熟知されてます。いや、まあ感覚でやってるんで、
ここをいじればこうとかっていうのでやっちゃうと結構型にはまった音色になっちゃうんで、たまに目をつぶってやったりとかしますね。グイッグイッとかって言ってこれだけあのパラメータありますからね、確かに目をつぶってマウス動かすとどっか動きますよね、なるほど、それも新しい作り方ですね。そうです、音色的にはなるほど、ではですね、プラグインエフェクトの方にもですね、ちょっといくつか紹介をしていただこうかなと思うんですが、はい、まあこれ結構やっぱかかってますよね。その中でやっぱり目につくのがこういった、いわゆるウェーブス系のプラグインですね、はい、もうなんかほとんど全トラックにかかってるんじゃないかっていうぐらいですか。これはもうミックスする上ではウェーブスは必需品、うん、ミックスする上で僕は使ってますけどね、音作りで作ることはなくて。あ、そうなんですね、はい、最終的に仕上げるときにあのよく使いますね。ああ、なるほど。ウェーブスの他にもって言ったところなんですけど、僕ですね、まあ、ちょっと先にですねこのデータ見させていただいたんですけども、これは珍しいなと思うものがあったんですが、これなんですね、はい、これ、うん、ノーマットファクトリーのエフェクターなんですけど、こちらチューブ系のコンプレッサーですよね、はいはい、でこちらステレオ感をいじる、エフェクターなんですけど、これもよく使うんですか。うん、結構頻繁に使う、僕は使うことが多いですけど、これやっぱりチューブ系のものなんで、はい、やっぱ分厚くしたりとかいったところですかね。そうですね、もう一歩こうファット感が欲しい時とか、はい、うん、レンジが欲しい時とかに、うん、使います。なるほど、これですね結構トラックの中で使われてるんですよね、うん、もう僕も後でゆっくり視聴したいなと思ったエフェクターなんですけども、まあ、基本的にはこうウェーブスやノーマットファクトリーといったエフェクターで、楽曲が構築されてる中にですね、これですよ、もう何個使ってるんだってぐらい出てくるわけなんですけども、はい、キューベースの、まあ、標準のエフェクトもですね結構使われてるんですが、はい、もう担当職人に聞いちゃいますけど、これもう本当に使えるエフェクターっていいですか。使えます、はい、使えます。特になんかこうディレイがよく使われてるんですけども、うん、ディレイはもうキューベスのディレイを使う。キューベスの、あのディレイは僕キューベスのディレイ使ってます。全作品、全作品、全作品キューベスの、はあ、内蔵ディレイですね。で、まあ、はいはい、この曲によってはそ、あの確かにウェーブスとノーマドもいいんですけど、はい、もう内蔵のコンプももちろん使ってますし、はい、なるほど、うん、見るところによると EQ なんかもちょっと使ってるところもあったりとかして、なるほど、まあもうそのいわゆるサードパーティーの中でも中に、まあ、キューベスの標準のものを使っても、もうクオリティ的にも全然十分もちろんです、はい、もうリバーブなんかもルームワークスなんか下がってたりとかしますしね、はいはい、あ、そうそう、やっぱりここからリリースするっていう上では必需品ですよね。 UV2HR ですね、これ通していただくと、そのハイビット取ったものがビット落としても音質がほとんど変わらないという、そこのエフェクターがですね、なんと最初から入っているんです。最初から入ってるんですよね。これも作品にはほとんどアートがかける、うん、もちろんです、それも 100% ですね。なるほど、はい、キューベースのですね、まあ、標準プラグインがですねこのように、まあ、いくつか使われている中ですね、ちょっと解説をいただきたいのが、こちらにですね、はい、VST アンプラックというのがですね、はい、登場しているわけなんですけども、はい、これはあのキューベース6から、付いた、はい、いわゆる、まあ、プラグインですよね、はい、はい、そうです。これはいわゆるミニーさんのこの作品を作られた時、まだキューベース5、いや6です。あ、キューベース6でも作られてた。あ、この曲はキューベース5ですね。そうですね、はい、キューベース5ですよね、はい、で今回のためにわざわざこれを使っていただいた、うん、まあ、いわゆる差し替えていただいたっていう形になってくると思うんですけども、ね、うん、ちょっと音をですね、聞いてみようかなと思うんですが、はい、これギターのサウンドですね、まあ、LR で撮られているので、うん、ちょっと片方に寄ってしまいますけども、はい、ちょっと聞いていただこうかな。あ、聞いちゃっていいですか。もちろんですあのソロで聞かすとちょっとまずいんですみたいなのがあったりするとあれだなと思ったんですけど、ちょっとギターのサウンドですね、はい、もうちょっとこう激しめなサウンドで鳴ってるわけなんですけども、ちなみに前インタビューの時に軽く伺ったんですが、あのミニさんの作品って全部ギター僕ですね。ご自身で弾いてるんですね、はい、まあ、ほとんど僕の作品は自分でギター弾いてますけど、はい、あのこれちなみにエフェクトバイパスしてもいいですか、はい、これ驚いたんですけど、はい、こっちもラインで繋いで、そうです撮ってるんですよね、はい、あの普通ギターを録音するときって割ともうそのプリのところに、あのいわゆるオーディオインターフェース行く前にエフェクターを接続して録音するっていったのがあるんですけども、まあ、これは後掛けっていったあの、まあ、テクニックを使ってるんですが、
逆にこの後掛けにする、まあ、メリットっていったところなんかあれば。メリット、はい、そうですね、あのギターの注意機の存在って結構ね、こうふっくらさせてくる大事な存在じゃないですか、はいはい、で最初に決め打ちで取るっていうのが、まあ、あのバンドサウンドでは結構ね大事だったりするんですけど、はいはいそうですね、こういう楽曲の時に、はい、いやもっと丸くとかもっとハイエッジにとかってなると融通が効くんですよね。だからそういう意味であのちょっと特殊な取り方だとは思うんですけど、僕はその歪みっていうものを後から足してくるんですよ。あ、取った後に足していくって、うん、まあちょっと最初は緩くかけておいて、そう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 、あ、まあ、曲のテンションが上がるとともに、ともにドライブのノブも上がっていくっていう。そうですね、うん、ちなみにプリセットが今この 80s ロッカーっていうものが選ばれてるんですけども、はい、結構聞かれましたこのキューベスティック。はい、聞きました。どうですか。いや、よくできてますよ。本当ですか。本当に、はい、ではですね、ちょっといいですか、プリセット変えちゃって、はい、今ですね 80s ロッカーっていうのはちょっと今サウンド的にこんな感じですね。で他にもちょっといくつか聞いてみたい。結構もうあれですよね、選ぶとドカッて出るプリセットが多いですよね、うん、そうですね、即戦力な感じですね。なるほど、うん、例えばプレキシーとか使うとですね、もうこれもガラッと変わってくるわけなんですけど、一通り聞いたってのはえらい時間かけましたね、これ。いや、だいたいこう選んでいけば音変わるんで、あ、一個ずつ。なるほど。みたいな結構じゃあ今これ割とプリセットで選ばれてるってことは、はい、今後も定番になっていきそうですかね。いや、これ使いますよ。本当に、うん。そうですか。じゃあ今後出てくる作品のギターはもしかしたら、まあ、この曲は今後例えばミニアルバムとか出した時にはこのバージョンでやろうかなと思ってます。ちょっと待ってください。アルバムを出すときにミックスのバランスとかって変えられるんですか。変えるでしょう。おお、だってそうなんですね、時代は動いてますからね。おー、かっこいいさすがですね、はい、じゃあ次アルバム入ったときは、はい、アイオルディもこっちのアンプ変わってるかも、うん、もうちょっと変えます、うん、こっちはぜひ楽しみに、はい、していただきたいところですね。